はい、こんにちは。出発進行編集長の遠藤です。今日レポートする車両はこちら。皆さん、えー、乗ったことある方も多いかもしれないですね。えー、JR 九州でも、えー、人気、えー、上位にランクされるこちらの A 列車で行こうという、えー、電車になります。こちら、あのー、でハイボールをたくさん楽しんできましたので、そちらのレポートをしたいと思います。出発は、えー、もう観光列車のスポットとなっております。熊本駅6番線ですね。 特急、A、列車など特急川ミめ山セミという豪華なラインナップが発着しますというところです車両自体にやはりあの特徴あるといえばもうこのエンブレムですねここに、A、トレインとありますけれどもこちらのエンブレムが非常に特徴的でございます一方車内ですけれども車内はこのようにまあいわゆる開放的な雰囲気になっておりましてこの4名席の間にはですねこういうテーブルがありまして こちら開くとこのように、えー、ちゃんとこうグラスが置けるような、と、あとまあもちろん窓にもこう置けるようにはなってるんですけれども、えー、こういう形でゆったりと使うことができます。それから、お子様用の、こちらももう本当に水戸岡さんのデザインの特徴ですけれども、子供用のカウンターですね。こういう形でもありまして、ここにも当然グラスホルダーがちゃんとこうあるという感じですね。 そして何といってもこちらの、えー、ハイボールカウンターですねここを、えー、ぜひ皆さん利用していただければと思うんですけれども。 カウンターーーででここでオーダーをしますちなみに乗った時にはですねハイボール4種類ありましたハイボールハイボール M ハイボール,ボールブルーオーシャンというところですねもちろんあのハイボールを苦手な方お酒飲めない方そういった方にはソフトドリンクですとかお菓子それから列車で行こうのグッズああと飲める方にはもちろん赤ワイン白ワインみたいな形で飲み物も非常に充実しております 早速、えー、作っていただきましたハイボールとハイボールですねこれはねで、えー、じゃあどこで飲むかなんですけれども、えー、もちろんあの席で飲むことも、えー、楽しいんですけれども僕がおすすめするのはこちらですどん列車の一番前ですね ここ,はあのここから先はもちろん運転手さんの邪魔になるのは入れないんですが、えー、こういうちょっとスタンディングのこうバーカウンターみたいなところがありまして、えー、ここで飲むとどういう感じになるかというとこうハイボールを飲みながらこのいわゆる、えー、もう外にの車窓が見えるというところですねこれが非常におすすめです。 こういった例えばすれ違いを楽しんだりととかそういういことも、えー、できますただもちろんあの皆さんあのこちらは、えー、指定席ではないので、えー、譲り合ってですねあのなんかずっともう、えー、出発から終点まで、えー、ずっとなんかこう譲らないみたいな感じではなくてぜひ一杯、えー、飲む間のその一口二口飲んであの他の人がいるようだったらもうぜひね譲り合って楽しんで頂ければというふうに思います。 えー、帰りは、えー、もちろん違う、えー、ハイボールをこう飲むという感じで時間的にはですね片道だけで4杯っていうのは1人だとやっぱきついのでお二人で、えー、1杯ずつかもしくは1人の場合では一滴と帰りにこう2杯ずつ飲むとかですね、えー、とにかくこう適正飲酒を心がけて楽しむのがおすすめでございます。 ちなみにおすすめの、えー、シートはですね熊本から三隅に向かう場合は右側、えー、三隅から熊本に、えー、向かう場合は左側の方がこういった海を見ながらですね、えー、楽しむことができますので是非参考にしていただければと思います。それでは出発進行